牧書土器とは、古代日本において、漢字などの文字や、道教の符号などの記号、絵を土器の表面に墨で書き記したもの。講義では、河原家の小生前後にヘラや釘などを用いて記したものも含める。秋田県大戦士犯罪形遺跡出土の牧書土器。古代において、製造、使用されたものが多く、木簡や漆紙文書。 文字瓦と並んで貴重な出土文字資料となる。牧書は主に、奈良、平安時代の弾きやす駅に見られ、東海地方で焼かれた時期にも存在する。組織や官職、地名、人名など、所有者に関する情報や目的、用途などが記されているものが多く、仏寺や祭祀、儀礼に関連したものや廃棄後に収穫用に転用されたものなども含まれている。なお、 すえよりも吸水性の高い弾きの方が墨との相性から収穫器用として用いられた。中世、近世においても、牧書、国書された陶磁器は存在しているが、日本列島において、儀式、信仰に関係する牧書土器は10世紀以降に姿を消す。牧書土器が姿を消す10世紀半ばには、庶民の間に土属性を有した浄土教が流行し、 古代から中世にかけての信仰形態の変化が、牧書土器が消失した要因であると考えられている。浜松市博物館 2014P30 から31、井の熊、日本史大辞典、牧書土器、ヒ川、は、ピアニッシも、327から328。ありがとうございます。